それではお時間となりましたので近代サミット2017第2部分科会 A 人材の活躍強化女性が輝く日本を開催いたします本分科会の司会は平成6年法学部卒業の伊藤千秋が務めますよろしくお願いいたしますそれでは ごご登壇の皆様をご紹介させていただきます平成19年、文芸学部卒業、広島県議会議員、渡辺紀子様平成24年、法学部卒業、北京・リオデジャネイロオリンピック、競泳日本代表。 株式会社星野リゾート山口美咲様平成5年文芸学部卒業近畿大学総務部広報室加藤公夫室長そしてモデレーターは 株式会社サキコーポレーション代表取締役社長秋山崎様です。すそれではよろしくお願いいたします。はい、えー、それでは始めて参りたいと思います。 あの先ほど私、ランチのときにです、ねえー、経営者の皆さんのランチセッションに参加させていただいて、えー、とほとんど女性がいなくてものすごいアウェー感を感じてしまったんですけれども、えー、とこちらのセッションにはその場所よりは、えー、女性のお姿がたくさん、えー、見えていてです、ね、お伺いすると今、近畿大学女性比率30%ということであの私、関西出身なので。 昔の近畿大学のイメージっていうとどうしてもこうなんかあのバンカラの男子学生の学校っていうイメージがあったので本当にその様変わりといいますかずいぶん変わったんだなっていうことをもう早速実感させていただいてます。でとりわけ今日はですねそのこう近代 OG としてもう本当にご紹介の必要もないんじゃないかと思うぐらい皆さんご活躍のお三方をお迎えをしています。 でまあ、ご紹介の必要はないかなと思いつつです、ね、皆さん、この後のいろいろご発言の、えー、少し前振り的に、<laughs> 簡単に、えー、今の、まあ、ご卒業してから、今、どういうことをやってらっしゃるかとか、まあ、なぜそう,そうなったかみたいなところも含めて、簡単に分かりやすく、皆さんにご紹介いただきたいと思いますので、えー、じゃあ、渡辺さんからよろししくお願いします皆さん、こんにちは。 広島で県議会議員をやらせていただいております渡辺の子と申します。えっと議員になりました2期二期目になります。で私はあのえっとプロフィールにも書かせていただいているんですけれども、あの近畿大学にいる間からあのモデルの活動をしていたんですけれども、その中からあのなんかこうミス近代とかっていうふうにさせていただいたりなんかしていろいろと楽しく大学生活を送らせていただきました。 多くの方にどうして議員になろうと思ったのということを聞,かせ聞いていただくことが多いんですけれどももともとすごくあの政治自体には興味があって好きだったんですけれどもなかなかなれるものだとも思っていなかったのでまさか自分があの政治家になるなんてことは大学生の頃は全く想像もしていませんでしたがいろんな本当出会いがありましてあの補欠選挙から。 あの当選をさせていただいて今現在2期目をやらせていただいてます、はい、であの私の,あの祖父があのエディオンの創業者をやってましてそういったご縁もあったのかなと思ってますあの ずっと私はそのエディオンの社長のお嬢さんというふうにあの言われながら育ったので近畿大学は大阪だったので広島よりはあのそういった目で見られずに私自身を見てくれるたくさんの友達と出会えたとても貴重な場所です。はい、こここんんんなとろろろででよよししししいいょうかよろしくお願いします皆さんこんにちはは 山口美咲です私は近畿大学の付属の高校から大学に入学をいたしましてその後、昨年の2016年まで競泳の日本代表としてリオオリンピックに参加しその決勝にて引退をしまして今年の2017年4月より株式会社星野リゾート今は星野屋東京にて勤務をさせていただいております。 経緯といたしましまては私、10ヶ月から水泳をしておりましてその後、昨年まで水泳しかしたことがなかったので新しいこと何もやったことがない初めてのことに挑戦をしたいなということで今年の4月より毎日が初めての出来事ばかりの日々を過ごしております。そのようななな中でで私にしかかきないことを見つけながら今日何か皆様 にお伝えすることができたらなと思いますよろしくお願いします皆さまこんにちは、えー、加藤紀美代と申しますよろしくお願いいたします 私は平成5年の文系学部卒なんですけれども、平成5年文芸卒というのは、私は文芸学部の1期生になります。平成元年に文芸学部ができまして、そのとき、学部開設と同時に近代生となりました。その当時ですね 私が入った段階で近代の女子学生比率は10%でしたその前の昭和の時代はですね6%だったというふうに聞いてますそれが現在今年は30.2%ということでだんだんとこの30年で近代というものが女子がどんどん増えてきていますで、まあ、近代を卒業しましてそのまま私は平成5年の4月から近畿大学で就職しましていろいろな部署を経て今広報室長となりましたで私は平成元年から ずっと近畿大学に居続けて、えーまあ、この近代の30年の女子の歴史をずっと見ていると言っても過言ではないのかなと自負しておりますので、えー、今日は皆様方とこんなふうにです、ね、女性のセッションができるというのは非常にこう感慨深いというか非常に貴重な、えー、今日の日になりそうな気がしておりますので、えー、今日はどうぞよろしくお願いいたします。あ、はい、ありがとうございました本当にあの 素晴らしいお三方なのでもうあのお一人ずつ1時間ずつぐらいお話をお伺いしたいぐらいなんですけれども少しだけ私から法則的にコメントさせていただきますと、えー、渡辺さん、に先ほどご紹介自己紹介されましたけれどもあの彼女のやっぱり私がお話を伺ってすごいなと思うのは自分がその生まれ持って背負ってしまったものこれ相当重かったと思うんですよ。 でどんな人でもあまり生まれた時からそういう重いものを背負っちゃうとですねぐれちゃったりとか <laughs> 反発したりとかあの特にあの、ね、そういうご家庭に生まれたりした時にはそういう中でまっすぐ育つとしかも自分の道を切り開くっていったこれ朝の連ドラインになるんじゃないかと思うぐらいの話だと思うんですけれども。あのミス近代で もうこのルックスですからそれでこの人ならっていうことで政治家にっていう話になったのかなと思いきや小さい時からこう自分が置かれた環境の中でそういう情報だとか,えなんかいつも NHK の国会中継見てたとかそういう話も伺ってですねもともと自分の中に持ってたものを自分が背負っているものも受け入れた上で自分のその新しい人生を選ばれたと。 っっているものを追った上で自分の道を選ばれたという意味でのパイオニアとして本当に輝いていいてらっししゃる方だなと思いましたであの山口さんですけれども、まあ、まずオリンピアンだっていうだけでこうちょっとあの距離感が出てしまいそうなんですけれども彼女がセカンドキャリアとしてアスリートの方ってやっぱりそのスポーツで活躍するところまでいいんですけれどもその後のセカンドキャリアって皆さん本当に。 選択肢ががなくて悩んんででいいらっしゃる方が多いんですよねでそういう中で彼女もお話を伺うとですね、えっと、学校の先生になることも考えたけれどもすにもう水泳一筋で来て世の中のことを何にも知らない私が子どもたちに一体何を考え教えられるんだろうと思った時にやっぱりその働くと。 えその社会に出て働くということを選んでそれも自分からこの会社に入りたいと思ってでなぜならば自分はこう,こういうことがしたいからという意思を持ってそのセカンドキャリア難しいただでさえ難しいセカンドキャリアのえまあ今こうスタートを切られたということで彼女もやっぱり私から見ればやっぱりパイオニアなんですね。最後にあの 加藤さんは、まあ、もう皆さんご存知の方も多いだと思うんですけれども新設学部の、まあ、ほぼそこで女子学生がこう増え始めるきっかけの年に、えー、入学をされてでその後学校に残られて学校の仕事をずっと、えー、新入学新入生で入った時から30年間ずっと近代のキャリアずっと積んでらっしゃると。どんだけ あの母愛なんですかってちょっと私は軽く突っ込んだつもりなんですけど真顔でその通りですっていう風にあに切り返されましてまあそれぐらいその思いを持って自分のキャリアをこれだけずっと積み積んでこられるというのって本当にあの近代の OG パワーを恐るべしというのがあの私のまず第一印象でした。そういうい近代、OG、の皆さんにちょっと今日は入り口ででジジネタで 質問を一つ投げたいんですが今女性活躍ということでこのセッションも企画されてますけれどもあの女性活躍っていう中で今ちょっと非常に話題になっているのはあの東京の小池都知事ですよねで私実は小池さんがあの都知事に立候補される少し前に思いかかる機会があって会うなり「もう私もういじめられてて大変なのよ」って。 挨拶されたんですねいや私決してその小池さんとすごく親しいわけでも、まあ、あのあった顔を見て知ってる人だぐらいの,あの認識はしていただいてたと思いますけれどもそんな薄い関係の人に向かっていきなりそういう,こう私いじめられてるのよアピールみたいなあのご挨拶をいただいてはなんかす,すごいなと、まあ、だけどそれはある意味なりふり構わず自分が今その。 活躍できてない状況についてちゃんとメッセージを送りながら自分の味方を一生懸命作ろうとされているというような非常にアグレッシブな方だなというふうにあのお見受けしたらその後あるよあるよとこんなことになってるんですけれどもその近代 OG として小池合子さんどう思いますみたいなところからちょっと聞いてみたいと思うんですけれどもじゃあ,あのえとお立場上 答えづらいかもしれないのでじゃあ,あの加藤さんからいきましょうかはい多分いじめられてるんでしょうね <laughs> と思いますそうですねまあ個人的にはまあおきれいだしあのとてもあのお年であの美貌を保ちながらすごくファッショナブルであのすごく素敵だなというのがまあ普通の感覚としてありますであの都知事選の前にあの石原前都知事に厚化粧のおばはんって言われてこれは あかんやろうというか、そういう差別は良くないなというの、まあ、そういう風うないじめられ方をずっときっとそういう陰口とか言われながら頑張っておられたって来られたんだろうなというふうに思います。あんまりもうその政治的なことはちょっと私もそんなに詳しくあの都民でもないのであれですけれども、あのー、まあ、本当に女性第一号都知事というのは非常に意味があると思って、そういう意味では非常に私はどちらかというと好きな方だと思います。あの尊敬をするべき立場にいらっしゃる方だなという印象です。 も同じような思いがあるんですけれども昨年ぐらいからその小池さん2020年に向けてアスリートを支援するという場面でも何度かお会いさせていただいたんですけれどもすごく力のある方でやはり第1号っていうのはやっぱ出る杭は打たれるんだろうなと思いながら私も小池さんのことを見ていたんですけれどもでも彼女もすごく彼女なりの,その発信の仕方でしたり私今東京に住んでいるので。 との人間なんですけれどもすごい女性として頑張って欲しいいなとうう思う存在です、はい、あのこれは近代 OG に限らないことなんですけれどもあのえってしてこういうパイオニアの女性の皆さんの、えー、こ,れこれまでキャリア積まれた一つの秘訣はですねあんまり忖度しないでストレートに本質的な物事をちゃんと言えると いうところがやっぱりこういう皆さんの一つの共通点じゃないかと思うんですがただ今お伺いしているとですねそれぞれシンパシーを感じている部分があってそれはやっぱりあの小池百合子さんっていうまあ自分私たちからすれば大先輩の。 キャリアを積んできた大先輩の女性がきっとやっぱりいろんな苦労されたんだろうなっていうのが自分の経験からも分かるというところがベースにあるのかなと思うんですけれどもまあせっかく今日こういう機会ですので皆さんそれぞれご自身の今の仕事例えば広報の仕事あるいはアスリートのセカンドキャリアあるいは政治家としてのいろんな政策を作る活動の中でですねやっぱり自分はこれは人知れず泣いてきたこととかでもそれがあったから これからこういうふうにしていきたいと思っていることとかそういうお話をちょっとぜひ伺いたいなと思うんですけれどもじゃあ今度は順番逆にお願いしましょう。そうですねあのご承知のとおりですけれどもあの女性議員自体が本当に少ないです私のいる広島県議会では全部で64名議員がおりますけれども女性議員というのはたったの4名しかおりません。その中でも あの出産をした議員というのは私が初めてでしたのでもう出産をして子育てをしている女性にとっては本当に配慮のない <laughs> と言ったらあれですけれども職場になりますね。であの政治の世界というのはそれこそこう呼び出されたらそうすぐに応じるのが当たり前だったり先輩の言うことには「はい」っていうのが当たり前とかあとはもう飲み会の席で政治の,あの交渉事はやるんだっていうような。 あの子育てをしながら仕事をするということに対して非常にあの冷ややかというかあのまだまだ理解が足りないなという部分はすごく思いますので私自身がそうやってそれこそパイオニアのような存在にならなければいけないなというのは思ってますので。あの 夜の飲み会の会議とかはあの子どもがおりますのでと言ってさっと欠席をしたりとかあのやっぱり私もそこに男性に合わせていくのではなくって私は家庭があるんです子どもがいるんですということをきちんと発言をして私にむしろ合わせてくださいじゃないですけど男性の皆さん合わせてくださいよというようなことをこう。 言っていかないとこれから先の女性の議員というものも増えてこないかなとも思いますのでちょっと難しくはあるんですけれどもそうやってこう戦っている最中でございます。はいありがとうございます。じゃあ山美さん。はい。そうですねアスリートのセカンドキャリアなんですけれども私自身そして先輩方を見ていてとても厳しい状況です。それはやはりあの22歳で 大学学をを卒業して就職をする学生の皆さんと私たち22歳からその後は企業に入ってそのままスポーツだけをやる人生そしてそのスポーツが終わった後どこかに入りたいと思った時にはもう56年の差が生じるんですねその差って多分皆さんよくご存知だと思うんですけどもかなり大きいもので私の今の星のリゾートで言えばもう私の大の 同級生とかがもうその会社を回している立場リーダー的存在にもいて私はやっぱり新入社と同じレベルですので何も分からない状態それをなかなかやっぱりアスリートは今まで頑張ってきたのでやっぱプライドも高くなっていきますしそれを受け入れられないアスリートもいます。 そ,のそういったアスリートも変わらなければいけない部分もありますし会社自体受け入れてくださる会社自体もそのようなアスリートをどのように使ってくださるのかそれが分からない状態です。なののでアスリートを僕はこのように使って,いきたいですっていう会社がある方がもうアスリートからしたらそれがモチベーションになったり自分にしかできないことなんだって思える。 場所でもありますしアスリート自体も僕は今までのその経験でこのようにやっていきたいですっていうアスリートが増えてほしいなっていうのが一つあるのともう一つはやっぱその中でも男子と女子で違いまして大抵8割方女性はそのまま結婚をすするんですねでそのまま専業主婦になる方が多くいらっしゃるんですけれども、まあ、その方と 普通に仕事をする方大体その2択で専業主婦でもいいと思うんですけれども私からしたらそこまで極めていったんだからもっと他の分野他の世界でもその競技がない自分っていうものを見つけにいく人生の方が楽しいかなとは今考えて星野リゾートに入社した感じです。はいいあありがとうございますじゃあ加藤さん え私はあのしつこいんですけど私はその平成元年に近畿大学に入りました時にえまず1期生はまず1年しかいないので女性がそ私たちの代しかいないのでその男ばっかりの近畿大学に入ってどちらかというとちやほやされた方でなんか全然こうワイみたいな感じで4年間やってきてでまあ社会人になっても近畿大学は割と女性の多い職場なんですね。 ですので、割とこう、職場の中で、なんか男性にいじめられたとか、女のくせにとかって、そういうふうな感じの扱いは、実はあまり受けずに、あの、割とこう、温かい皆さんに恵まれながら、こう、今までやってきたというところは割と強いっていうのが実感なんです。えー、ただ、今、広報の仕事をしていて、まあ、いろんなメディアの人の集まりとか、そういうところに行ったときに、東京はそうでもないんですけど、大阪、関西は。 本当に女性がほぼいないぐらいあのパーティーとかなるともう本当にこの支社長とかその大阪のメディアの偉いさんっていうのを100%ぐらいもう男の子ばっかりなんですね本当に女性が少ないなというのがやっぱりちょっと寂しいなという実感はありますね、まあ、ただそうですね今もう近畿大学は割と女性の管理職も増えてきてまして。えー 女性の私と同じような役職の方もかなりいますのでそういう面では結構心強いんですけれども、まあ、ただ割とこう対世間からするとやっぱりちょっと男の人を出してほしそうな電話とかあのやっぱりメディア対応とかいろんなこう危機管理の対応とかあのいろんな方から苦情の電話が大学に来たりとかそういうこともありますのでそういう時にはちょっと。 上の人出してみたいで私が出ると A みたいなそういう時っていうのはやっぱり今でもあるなっていうのはちょっと感じますね。はいありがとうございます。まあ、私もあの世代的に皆さんのおっしゃることをすごくよくわかるあの経験をしてきたわけなんですけれども、ただあのそういう中でまああえて聞かれればこういうのありますよとかこういうの嫌ですよねって話をしますけれども、まあ、仕事の面ではもう皆さん淡々とあの心の中ではいろいろ持っていても。 あの淡々とさっきのあれじゃないですか私は家がありますから家族があります子どもがいますからっていうような形でまあ一つ一つのシーンをえーまあ積み重ねていくということでずっとやってこられたと思うんですけれどもあのそういう意味でですね今日はこちらに学生の方もいらっしゃってますし。 まあ、あの女性の学生の方だろうなと思われる方もたくさんいらっしゃってでお,三お三人はそういう人たちにとってのやっぱり一つのロールモデルになると思うんですね。ただ一方でご自身も今のキャリアをパイユニアとして あの歩みにあたっては何かしらそのきっかけとかロールモデルがあったんじゃないかなと思いますので自分にとってのそういうものは何だったのかっていうこととまあそれもちょっと振り返りながらですねえ特に学生の皆さんに向けて近代の学生の皆さんに向けてまあ今後の,そのキャリアっていうのはこういうふうに考えてみたらどうっていうようなもしアドバイスがあればこの2点をえ合わせてお話しいただければと思うんですけれどもえっとじゃあはい。 そうですね実はもう私もそのこういう質問が来るっていうのを事前にもらっていてその学生の頃に描いていたロールモデルっていうのをちょっと思い出そうとしたんですけどなんせ25年も前のことで全然覚えていないっていうのが正直なところなんですけども。 まあただその私たちの時代はまだ今ほどそんなにこう女性も活躍していなかったですしなのであんまり実,実はロールルモデルにななる人がいなかったっていうのが正直なところだったたと思うんですねただそうやって大学を卒業したらもちろん就職をするもんだという流れの中に乗ってまあ私はなぜかそのままずっと働き続けるたまたまそういう道だっただけなんですけれどもとにかくあまり考えすぎない方が学生さんにはいいのかなと私は もう社会に出てこうなってこうなってこうなってっていうふうなことをあまり思い描きすぎない方がその後うまくいくのかなというのは感じますね私自身もロールモデルというものはあまり意識したことがなくてですね水泳を引退をすると決めた時にじゃあ次どこにゴールを持っていこうって考えたって ですね、その時に考えたことが死ぬ時にどういう自分でいたいかということを考えたんです死に際に自分がどういう人生を歩んできたら笑って死ねるかなと思った時にややりたたいいここととを全部やるっていうことだったんですねで水泳しかやってこなかったこともあるので自分が今何をやりたいのか それはなぜやりたいのか理由を考えて行動した結果が今の自分につながっていると思うのでロールプレイというもの自体は意識したことがなかったです,、はいそうですね、先ほど私もお話しした通り、あり女性議員はそもそもとても少ないということもありましてロールモデルというものはもういなかったというのがもう正解ですね。なののでで今手探りでやっていいるというのが 現在の状況ですけれども学生の皆さんには本当にあの知ららないからいいといかとととううこともたくさんんあると思うんですねもうやってみたいとかこうそういう気持ちだけで飛び込んだ方がむしろうまくいくようなこともたくさんあるかなと思いますのでもうチャンスの女神様っていうのはあのもうその時の一瞬でつかまないといけないっていうのもありますのでその時の「あ今だ!」っていう時って。 なんて言ったらいいんでしょう人生の中で皆さん絶対にあると思うんですよあこの流れ乗る時だっていう感覚多分皆さん終わりなんじゃないかなと思いますのでその感覚にむしろ正直に生きていった方がうまくいくんじゃないかなというふうに思っています私ほんと今お話しした通りもうとにかく感覚の人間なのであまり考えずにやってきた人間ですねなのでこの勘をこう研ぎ澄ますような ことととを皆さんにははやってほししいいいいな思まます、はい、ありがとうございました、えー、近代 OG のですね相当パワフルなまた三者三様のキャリアだとかあるいはもう本当にその人となりを今見ていただいたと思うんですけれども一方で今あの世の中、まあ、日本の社会では女性活躍ということがものすごく言われていてで実は私自身が。 いわゆる男女雇用機会均等法という法律ができた。あの1期生で社会に出た世代なんですね。で、ただ、も、ま、う、あ、その頃から思えば変わっていることもあれば変わってないこともあります。ただ、その当時、まさに法律の名前が男女雇用機会均等法という名前だったように要するに、就職の段階で男女差別しないっていうのはこれは言ってみれば、あの機械の均等。 男女差別はダメだよというどちらかというとその考え方とか倫理観とかそういうものに根ざしたものだったんですただ今特に安倍内閣になってから言われているのはこれはそのむしろ経済政策として人口も減っていくそれから今までのやり方を変えていかないといけないっていうこともたくさんあるそういう中でダイバーシティをえイノベーションにつなげていく一つの方策としてやっぱりもっと 潜在在的なパワーを顕在化させようその筆頭に上がるのが女性だよと女性をもっと活躍してもらおうとそのことが日本の経済にとっていいことなんだということだと思うんですね。でじゃあそういうお題を今もらいつつそれぞれ皆さんの会社の現場でどうでしょうかうまくいっているところもあると思いますけれども。 うまくいってないところもあるかもしれないし、どうやっていいか分からなくて困っているところもあるかもしれないです。ただ大事なことは、例えばこういう実際にその道を切り開いてきたパイオニアの方々もですね、例えばさっき山口さんがおっしゃったように。 いいややアスリートってやってぱりここういうところあるんですよでもそう,そういう人たちも働くチャンスをセカンドキャリアを、えー、もらおうと思ったらやっぱり企業側にもこういうスタンスでいてもらいたいとかあるいは企業側がそういうふうに考えてるってことをアスリートに伝えてもらいたいとかそういうことっていっぱいあると思うんですよね。でででですすののの、えー、今日せっかくですのでこのセッションあの貴重なこう 意見交換がでできるセッションだと思いますのでこのこ後、ね、Q&A に移らせていただいてぜひあのご質問もうどんなご質問でも結構ですでもただその女性の活躍ってせっかくこのセッションテーマですのでいや今こう,こういうことで自分どこ困ってるんだけどどうしたらいいかなとかそういうご質問あるいはご相談もこのお三方だったら十分お答えいただけるんじゃないかなと思いますので。<laughs> えー、ザックバランな感じで、えー、皆さんからのご質問をお受けしたいと思うんですけれども、どんたかいらっしゃいますか。こういう時に最初にさっと手がはいありがとうございます。あすみませんあの平成十七年卒業の株式会社大江ドコープレーションのヨロと申します。私はあの大会のゴルフ部出身でございまして、あの今日は兄弟で参加しておりまして、兄もゴルフ部で。 えー、随行の営業担当もう体育会の会社のような感じなんですけども建築と衛生管理地とゴルフ場を経営しております、あのー、なかなか人が集まらないような状態になってますのでまだ来年から新卒で、えー、女性の新入社員というかを数名今のところ内定で来ていただけたら入るという状態なんですけどもなかなか体育会が多い会社でございますので、あのー、受け入れる方も どういうふうにその一般、大会ではないその一般の女性の女の子、を女性ですね、を受け入れる側としては、まさに何をこう気をつけていけばいいのかをお聞かせいただけたと思いまして、よろしくお願いします。 スリートということでは山口さんというところもあると思いますけれどもあの加藤さんにもぜひですね例えば近畿大学で女子学生をこうずっと増やしてきたと中でいろいろその考えられてたこととか実践されたこともあると思いますのでちょっとそういうところをそれぞれご回答いただければと思いますはい私からでよろしいですかはい。じゃあ。はいはい えとまあ、近畿大学さっきこれ何回も話してるみたいにその6%の時代から今30.2%までいって非常に女子が増えていて大学の方針としてもとにかく女子学生を増やしたい女子の受験生を増やして女子学生が多い大学にしたいっていうのはもうかなりそのトップからの指示でずっともうここ15年ぐらいずっとやってるんですけれども、えー、その中ではまあすごくハード面といえば多分 いろんなところで言われているのでご存じの方も多いと思うんですがそのまずお手洗いをきれいにするということとえまあとにかく女子の喜ぶそのスペースを作ろうというのでえもちろんこのアカデミックシアターもそうなんですけれども女性のお手洗いをきれいにしてえそのパウダールームと呼ばれるお手洗いとは別の,そのお化粧直しのスペースみたいなよく百貨店とかにもあるんですけどそういうものも今65箇所ぐらいあるんですこののキャンパスの東大阪キャンパスの中にまあそういうハード面ではそういうことを整えてえこ,とこの アカデミックシアターの1階にある、えー、自習室は女性専用の24時間の自習室を作この4月から作ってとにかくこう女子学生が過ごしやすい、えー、環境にっていうことは大学としてすごく力を入れてますでそれで、えー、まあそ,のそれで志願者が増えたとか女子が増えたってことでは決してないとは思うんですけれどもそういう気持ちというものは、まあ、持ち続けていくのがすごく必要なことだと思うんですね。そ、えー、それとそれととをずっと継続する ってていいううののがすすごく重要かななととは感じているところなんですけれどもあとまあ一応広報をしていく上で、まあ、大学の宣伝っていうものをずっと続けて私の仕事でやってるんですけれどもその中でもただこうめ,めったやったらと女子向けっていうような広告っていうのは今はやっていなくて、えー、かえってそれは逆に女子が見ると。 なんか気持ち悪いっていうかこうやたらと女子アピールしてるなこの会社みたいなこの学校みたいに思われるのはかえってマイナスかなと思っていて男女ともにいいものはいいと今世の中みんな感度が上がっているのでいいいいもものはいいとと思思ってもらえると思うんですね特に女子の感度が高いのでクリエイティブの高いもの素晴らしいものを作るとやっぱり女子からのヒットっていうかこうリアクションの方が高いと思うのでやはり何か大な 会社を告知したりとか何かこう会社の制作物とか例えばホームページとかってそういうものもやはり洗練されたものにする女子の人が見ておしゃれだなと思うものにする,すると男女問わず支持されるっていうのが今までの近畿大学での経験ですね。 私は女子を受け入れる側ということの話をさせていただきますと今私がいる星野リゾートでは男女の日が半分半分分ぐらいなんですねそのような中でも女,子女性の方の,あの結構意見とか今の総支配にも女性なんですけれどもすごくうまくいってるように私は思っていてなんでこんなにこう女性が発信しやすかったり女性が過ごしやすい会社なのかなって感じた時に。 やはり男性の気遣いが結構すごいされているように見えていまして私はアスリートでずっと過ごしてきたので体力もありますしそういった体調の面ではすごく私は元気な方なんですけれども一般の方の女性って結構体調を崩したり月の周期であったりそのようなことで結構悩みを抱える方が多いんですね。そののような女性に対するるケアであったり受け入れる側の そのかける言葉であるっていうことに気遣いは必要だとは思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとせっかくなので、同じような切り口で、あの渡辺さんに、えー、女性議員を増やすにはどうしたらいいですかね？ そうですねとっても難しいことだなと思っているんですけれどもまず議員というもののイメージがそもそもすごく皆さん悪いんじゃないかなと思っているんですねメディアからも基本的には悪者というふうに取り出さされますしあるいはあの不倫の報道があったりだとか何かお金の面で汚いことをやっているんじゃないかとかそういったあのやはり皆さんから厳しい目を向けられる。 ということがそもそもあの耐えられない普通の人にはということがあるのでなかなか議員になりたいという方もすごく少ないんですけれどもで,でもこういう時代だからこそ今はあのそれぞれ議員の皆さんそれぞれがすごく自覚を持っている議員もたくさんいますし本当に世の中を良くしたいと思って一生懸命働いている方もたくさんいらっしゃるということはあの見てほしいなと思いますし。 私もあのそうやって今までの,その議員というもののイメージを変えたいという思いでやってきていますしこれからの若い人たちにとって憧れられるような職業にしていくことが私の目標ではあありりまますすがとうございますあの私も先ほど申し上げましたように男女雇用機会均等法から、まあ、ほぼ30年で、えー、常にあのなかなか思うように今皆さんに言われたように。 逆境なんだけれどもただ自分に何かしら志なり、えー、意思があってでそのためにまあ日々の努力を、えー、するということの積み重ねが10年20年30年経った時にやっぱりいろんな物事が変わってるっていうことだと思うんですね。ですので、えー、会場にいらっしゃる皆様も今ご自身の自分がコミットされている現場で何か変えていけることとか。 変えた方がいいんじゃないかっていうようなことって結構いろいろあるんじゃないかなっていう気もするんですけれどもあのすみませんそれにかかわらず、えー、何でも結構ですのであの続いてのご質問があれば、えー、お受けしたいと思います。どうううででしょうかいかがでしょょかかかいがじゃあ ありがとうございます。じゃあですね、えっ、ー、と、今日学生の方。どれぐらいいらしていただいてます。あ、結構多いですね。はい。えっ、ー、と、じゃあですね、これ質問は難しければ、じゃあ、そちらの女性の方。先輩の話聞いて、今なんかどんなふうに思ってます。はい。どんなふうに思ってる、うん。あ、なんかこれなら私もできそうと思います。それとも、いや、もう。 すごすぎて無理みたいな感じとか。あ。何もあまり思ってなくて。<laughs> すいません。あ、私あの、でも、ちょっと聞きたいことがあって。はい、どうぞ。渡辺さんにお聞きしたいんですけれども。あの。私自身、生後がけつで保育園に預けられて。あの母親と両親ともに働いてるんですけれども。特に議員さんとかは。あの。子育てしながらの。 両立大変だと思うんですね、うん、でそれと加藤さんにもお聞きしたいんですけどあの大学に入って私農学部なんですけどあの理系の女子学生は入学した時にすごい熱い志を持って社会に出てこういうことをしたいんだっていうふうにあの入学する子が多かったんですけれども 2>,、うん、2年3年4年と過ぎるにつれて。 いやもう働くのしんどいし子育てできる自信ないから専業主婦になりたいわみたいなそういう風な雰囲気が漂ってるのにすごく残念だなという気持ちとがっかりした気持ちがあってそれをあのどうしていったら解決できるのかなというのを不思議に思っているのとあとはあの自民党の方ですよねすいません。 するみたいなことを聞いていて、それについてどう思われるかっていうのと、あと待機児童のことについてもお聞きしたいなというふうに思っています。すいません。はい、ありがとうございます。多分、それ、ええー、と、加藤さん、語り始めると、あの、止まらなくなるかもしれないんですけれども、<laughs> えーはい、じゃあ、ちょっと加藤さん、思い、思う存分話していただく前に、ちょっと大学の話を先に、ちょっと簡単にお願いします。<laughs> ええと、そんなに、そんな状況ですか、うちの学生さんたちは。<laughs> とまでも近,代近代だけじゃないと思い思あの、えー、と女子大学生の将来に向けて結婚,結婚してその子ども持ちたいっていうことに対してネガティブな感覚を持つ女性の比率があの国で比べると日本がとりわけ今低,い低くなっちゃってるんですよだからそのネガティブなイメージどこから来てるかってまあさっき、ね、お話しされてましたけれどもイメージが悪いっていうその ことがどこから来てるのかっていうのと、まあ、それをじゃあどこから変えていったらいいのかなっていうようなことだと思うんですが、まあ、すいませんちょっと言っちゃいましたけどそうですねでもうんそれは非常に難しい確かに現実問題私の同級生たちが今社会でバリバリ働いてるかというとほとんどいないんですねみんな主婦ですねなのでやっぱりまあちょっと私たち先輩たちにも責任があるというかやっぱりそういうこうねモデルの人がやっぱ少ない からやっぱり皆さん大学生がこうああやってこうやったらすごくうまくいくんだなっていうようなことが感覚として得られていないのかなというふうには思います、えー、ただやっぱり理系の人たちは多分研究とかするのもすごく大変でその学生時代に結構もうその大変さを味わってしまって、えー、その先もっとしんどいこれで社会人になって、えー、結婚して子育てをしてっていうことがこう どどんどんプラスしてこう大変なことのこう積み重ねでしかないというふうなイメージしかまあ今できてきてないんだろうなというふうな想像をしますが、うん、でもそれをじゃあどうしたらいいかというとまあこれ本当に国家的なあの問題にもなってくるのでそれは非常に難しいとは思うんですけれども。 やっぱりそうですねやっぱり何事もやっぱり成功体験を積み重ねていくことっていうことがやっぱり少しでも何か自分がこういうことができたできたっていうことで喜びを重ねていくっていうのが何事も,も物事を継続する秘訣だと思うのでやっぱり皆さんがそういう研究とかしていく上でもやっぱりそのうーん。 そういうこう低学年のうちからこういう研究をしたらこういうところに認められるとか何か先生の教授の研究にこんなところに役立って先生がじゃあこんな企業と共同研究をしてこんな製品になったとかまあそういう,こう達成感というものをどんどん積み重ねられていくような仕組みっていうのをやっぱり大学としてももう少し提示していってえ女子学生だけではないと思いますけども。 そういうい理系の学生さんがもっと自分が社会に貢献をできているっていうような人の役に立っているっていうような感覚を得られるように大学ととししては頑張りたいと思いい思ますすよろしいですかあのちょっと渡辺さんお話しされる前に、まあ、ある意味今進められている働き方改革の本当は本質的な部分っていうのはそこにあってあのこれは女性の問題だけではなくてその。 家庭を作るのは女性だけじゃなくてパートナーもいるわけですよね。で、その家庭は一人一人独立してるわけじゃなくて、その力を合わせてその働いて、えー、稼いで生活していくということになると、例えば男の人があまりにも仕事だけでヘトヘトになってると家のことは全部奥さん任せになってしまう。で、その奥さんが働くっていうことになると。 その家のことも仕事のこともとそ,れをそういうお父さんお母さんを見ているといやーこれ大変だわというようなところを今変えていこうとしているということだと思うんですけれどもじゃあそのあたりも含めてぜひお願いします今ちょっとちらっとお話しいただきましたけれどもその働き方改革をしていかなきゃいけないということをすごく国は進めているところなんですけどそれはなぜかと言いますともう生産年齢人口が減るということはもう分かりきっている。 未来なので女性だけでなくって男性もこれからは介護とかをしなきゃいけなくなったりとか働いている人みんなが時間的な制約ができる可能性が高いんですねこれから先。ということもありましてまずは女性が社会に出やすい世の中をる作ることで男性もそういうふうに介護とかで時間を取られても働くような仕組みにしようというのがあの。 まず今のこのこ働き方改革で進めていることなんですけどねなのであの企業の皆様方も今の日本のなんかこう残業している人間がこうすごい偉いみたいな風潮が日本は勤勉ですのでそういう風潮がすごくあるかと思うんですけれども社会全体でそういう生産効率を上げていくような訓練というのはこう日本全体で頑張っていかないといけないかなということは思います。 であとあの私自身が子どもをどういうふうにしているかということなんですけれどもあの実は議員っていうのは自分が社長なんですねだから自分に全部責任がありますので私で全部決めることができますですからこの仕事はやるこの仕事はやらない今日は休む今日は仕事する一日のスケジュールを全部私が決めることができるんですねなのであのであ 実ははは女性にとととってはとても働きやすすいいいんじゃないかなか思いますどうしてもあのイメージは悪いですし男性社会なので、まあ、戦うことは戦っていかなきゃいけないですけれども実はあの形をこう見ればすごく働きやすいんじゃないかなと思いますね。なので子どもとの時間もしっかり取るようにしていますし仕事をしっかりしなきゃいけない時は仕事をしますしあの視察とか長い時間の,あの長距離のそういった 視察に行かなきゃいけないようなのも子供が小さいうちは断ったりとかっていうことも可能ですので企業に勤めるよりももしかしたら働きやすいかもしれませんので目指してみてください <laughs> はい、えー、ありがとうございましたあのー、まだまだお話聞いていたいぐらいなんですが残りの時間があと三分になりましたので、えー、お三方にですね最後に一分ずつあの今日のセッションを振り返って えまあご自身がこれから自分がこういうふうにやっていきたいって思っていることを伝えていただいてもいいですしあるいは皆さんに伝えたいというメッセージでも結構ですので最後に一言ずつじゃお願いいたします私がまあ今、働いていて近代卒でまあ今までずっと働いているわけなんですけれどもよく学生さんと話をしてお父さん近代やねんってよく学生、よく言うんですね。 お父さん近代の学生さんとか、まあ、皆様方にもお父さん近代の方いらっしゃると思うんですけどお母さん近代ってほとんど聞いたことないんですねで私た,ちが私たちが作っている大学案内パンフレットの企画の中で「近代性親子」っていう企画があって近代性の学生さんのうちの学生さんと親お父さんかお母さんも近代性のそういう写真を撮ろうと思ったんですけどお母さんを探すのが本当に大変でもなかなかいないやっぱりこの親世代今の大学生の親世代にはやっぱ近代卒の女子が本当少ないんだなっていう いうのが、えー、すごく実感としてあります。 まあやっぱり私たちの世代にはなるんですけれどもやっぱり近代卒での女性で活躍してるっていう人はなんか社会の中で活躍してるっていう人はやはりまだまだ少ないのかなというふうに思っていますで今学生さん今の高校生だとか近代の学生さんに聞いても近代が男の子が多い大学とかバンカラの大学って思ってる人ほとんどいないんですねなのでもう過去は振り返る必要はないと思うんですけれどもまあ今今この環境の中で今もちろん女子も男子も本当に こう勉強もしやすいですし非常に環境に整ったこの大学の中でまあ私はどんどん今後も仕事を続けていくんですけれどもえ皆さんがまあ皆さんと一緒にやっぱり近代卒のまあ今回は女子と言いますけれども近代卒の女性がやはりもっと活躍できるでそしてこういうね場があのまた今後も持っているようなまあそういうふうな活躍をま,あまたみんな私も含めてみんなでしていきたいなと思います。今日はありがとうございました 私自身今回のこの時間ですごい新たなお姉様方のお話も聞くことができてすごいあ私も議員ちょっと楽しそうだなってちょっと思ったのが一つとあとはそのオリンピアンとしてその後のアスリートに何か勇気を持ったセカンドキャリアの切り開き方でしたりその普通の学生今の学生に対しても何か 私を見てああいうモデルもいるんだなと思ってもらえるような人生にしていけたらと思いますしまたこのような機会があればいいなと思っています。今日はありがとうございました とまずはこのような機会を与えていただきまして本当にありがとうございます。で、あのつい話だったかなと思いますけれども、こうやって最後まで聞いていただきましてありがとうございました。またあの政治についていろいろと質問をいただけたことも本当に嬉しいことですね。あんまりあの政治についてあの興味のない方の方が世の中多いかなと思っているので、そうやっていろんな質問をしてくださったというだけでも私のすごいこれからの活動の励みにもなりましたので、とても嬉しく思っております。 皆さんにお伝えしたいことまずそうですね学生の皆さんにお伝えしたいことというので一つだけ申し上げますと今あの第4次産業革命が起きるんじゃないかというようなことが言われている世の中でものすごくこう世の中が変わっている時ですのでロボットがすごい仕事をやっていったりとかするようになっていくので人間がする仕事がすごく少なくなっていくかもしれないというような中で皆さんには 本当にいろんなことにチャレンジしてほしいと思いますし。楽しくこれから。来ていってほしいなと思いますので、何かこれからも私に聞きたいこととかこの後あれば。聞いていただけたらなと思います。今日はどうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。あの。今日のこのセッションはですね、まあ女性の活躍というテーマであったんですけれども。 近畿大学でこれだけの素晴らしい方がいらっしゃるということを皆さんと共有できたということがあの一つ大きなこのセッションの成果だったのではないかなと思いますしいろいろご苦労はあると思いますけれどもやっぱりお一方お一方がこうやって輝いていらっしゃるということもそのことが周りの方あるいは次に続く方にとてもこう勇気を与えるといいますかあるいは 私にもこういう道があるかもしれないとか、あこれでもこういうやり方もあるんだなとか、そういうことを一つ一つこうバトンのように次の方次の方周りの方に渡していけるというようなことの一助にこのセッションがなれば大変幸いでございます。あの拙いモデレーターでございましたけれども、あの皆さんのお話あと素晴らしいご質問いただいてセッションにご協力いただいた皆様ありがとうございました。 それでは、えー、このセッション、えー、名残惜しいですが、終わらせていただきたいと思います。ではあの改めまして、今日の、えー、ご登壇いただいたお三方の皆さんに、皆さんからぜひ、えー、拍手をお願いしたいと思います。<laughs> ありがとうございました。